そしてやつはある日空からやってきた。皆の者聞け。俺様はスカルモンキーだ。だが今からは俺様のことをクロッグモンキーと呼びたまえ。スカルモンキーの王である。クロッグモンキーめ、うまく王様になったつもりだな。けどこのままお前に従うほどみんなは間抜けじゃないぞ。手始め、破壊兵器を作るのだ。破壊兵器を作るのだ。破壊兵器ナンバーナインだ。ナンバーナイン。ネバーフッドをぶっ潰すためにな。ネバーフッドをぶっ潰すために。では仕事を始めたまえ。仕事を始めよう。あれ？クレイマンクレイマン2スカルモンキーの逆襲やっていきます。これ1はね遊んだんだけど、2の説明がどうやらソフトのケースの裏に書いてあるみたいなので、ちょっとオプション画面を開いてね、まあこれ見ればわかるかな。クレイマン今度はアクションで大暴れ。悪の帝王クロックがスカルモンキーを従えてネバーフットへの復讐を企んだ。どうするクレイマン。17のステージをクリアしてクロックの悪巧みをぶっ潰せということで、アクションゲームです。ワンはね謎解きみたいなゲームでした。アクションやってみよう。初めから、あ、難易度も選べるんだ。はいはい、イージーかな。ああ、ノーマルでいいよね。全然。セーブ？セーブ？調整？よくわかんない。スタート。クレイボール。100個集めると、クレイマンが1人増えるよ、みたいな。あれか。スーパーマリオでいう、コインみたいな役割か。はいはい。全然いいじゃん。ハロー。ハロダメージから一度だけ守ってくれる。ハロ元気かい。
猿がいるぞ猿がいるぞ。どうすんの、こうやってさ、踏んづければいいのかな。ショットボタンで敵を打ち倒すための弾丸。ショットボタン、ごめん、説明書読んでねえから弾丸ゲットだ。一発しかないぞなんだこれ楽しいな。これ上上がれねえか。あ、なんか画面が下に切り替わっちゃった。下行けってことか。ダッシュとかも多分ないよね。バツがジャンプ、それだけしかまだ分かりませんけど、こうしょ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 なんか変な声出た。マーバード、チェックポイント、ジャンプして頭の上に乗ろう。はいはい、あ、これうまくいけば、はいはいはい。難しい、これ、こいつくそ、これは止まれねえ、うわっなるほど、全然下に落ちても危なくはないけど、ショットボタン分かりませんね。こいつは動き早いとか、チェックポイントが上にある。オッケー、あー落ちちゃった。これ上から行った方が良さそうだな。はい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 、あ危ない難しいはい、ちゃんとタイミング見て、もうここだね、ここだね、はいここだね、はい、テンポよくテンポよく、ああいや待って、ショットボタンだけ確認させてダメだよ、ショットボタンわかんないと。ブレッドは丸いや押してみろやってな。よし、丸を押して着地と同時にあいつはぶっ倒す。いや違う違う、踏めばいいんか、踏めばいいんか。そして結構かっこいいね、ロックバスターみたいなの出たよね踏んでいけるんなら踏みますけど、ブレッドいりません。青いのはやっぱ動きが相当早い。あくそー待って難しい。ブレッドはあるのかな、チェックポイント。ブレッド使う前ですよね、このチェックポイントってのは。いやーこれ難しい。あ、ブレッドなくなってるわ。えやばいんだけど、初回からゲームオーバーしそうなんだけど、これちょっと待って、そう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 、ちょっと待ってか、バーッ危ねえなこのクソダルメ殲滅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 、おいでおいで、オーケーオーケー、お前も殲滅だよ、オッケーだ。いいね、チェックポイントこまめにあるから、このゲームすごく親切、てか難易度高いのかもしれない。このタイミング、このタイミング危ない、足場動くの早いんだよな、こうか、はい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 、あ意外と危なげないな。スワーリー91つのステージで3つ集めるとボーナスレベルに進める。なんかすげえ音鳴った。スワーリー3つ集めろって。テレポートボール、ジャンプして飛び込むと次のレベルへ進める。次のステージってこと、これは。左上にもいるの危ないな、普通に下に行くだけか。ショットボタン、ショットボタン使いたいから、あれ欲しいんだけど見えねえからさ危ねえのよ上行こう、危ない、下危ないね。100個集めよっか、危ないいい子いい子いい子、あはい、スワーリースワーリースワーリーを2つか、怖い怖い怖い、オッケーオッケーオッケー、上手になってきた、いいねいいね。でも敵倒すことによって何を得られるわけでもないただちょっとね、リスクを犯しているだけなので、敵はもしかしたら無視しても、いやこれは無視できない、これは無視できないし、危ない危ない危ない、このままいっちゃおう、危っこいつ危ないのは殺しちゃった方がいいな。
いいぞいいぞ、こういうの殺しちゃおう。危ねえから。これ上行っちゃっていいと思うよ。ワンアップクレイマンが一つ増える。大事大事大事。もうすでにめちゃめちゃ死んでるから、こういうのを無視して、こういうのも無視しよう。あああああああ勢い大事だと思うけど無理なんだよね。難しくなってんのよこのゲーム。あぶすごい首勝ったぞこいつ危ねえな。あんたも死んどけ。下行くだけ。おお、え、どこどこどこ行けばいい、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 行けんのかい。え、行けたけど、行けたけどダメだな。これしゃがみ移動とかないの。あ、しゃがむだけなんだ。行けたけど、まずこれもしかしてブレッドあったら貫通してさ、この辺の3、4体くらいは一発で殲滅できたんじゃねえか。ブレッドなんで使っちまったんだか。ここ上行くしかないな。危ないから、危ないから、危ないから。よし、ワープだ。でも結構テンポいいな。あ、楽しいわ。アクションになっても楽しいぞ。なんか怪しい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 の。くちゃ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 ガム噛んでさ。あ、あ、それガムなんだ。あ、はいはいはい、これボール持ってんだ。これ食えんだ。これ食い物なんだ。これクレイマンも後で食うんかな。上に行けるっぽいぞ。なんかある。なんだっけこれ。あ、一発もらっても大丈夫なやつ。やったやった。これ危ないよ、絶対に危ないよ。こういせっかくバリア取ったんだから。もうでもこのガム食ってるやつは動きのろくて安心だわ。動き全然のろいもんね。よし、ここ下に落ちたくないな。1回で行こう。お上手だ。完璧。これも取っておこう。100個集めれば一気アップ。危ないってふざけんなよ。ぜなんか上に上がって、上に上がると同時に攻撃するんだ。はいはいはい、こういうことだ。あ、意味わかんない、意味わけわかんなくなっちゃう。いやいや、1画面にあの敵2人いるとわけわかんなくなっちゃうな。これってあれやんけ。そっか、まだこのステージでチェックポイント取ってねえんだ。これまずいな。これバリあるか、バリあるか。あるー、よかった。危ねえ。だってバリアないとここ通れないもんね俺。よかった、通れる。ってことは、このままチェックポイント探しの旅に出た方が、あったし。チェックポイントあったな。ああ、嘘だろ、お前それ大事だって。バリアを失った。上がってからピュリリュね。上がってからピュリリュだ。いや、さ、いや、これだよ、これ。下のビームしか見てないのよ。バリア取りに戻りてえくらいだけど、慣れてきたからいけるか。このまま参ります。はい、上がってピュルル、上がってピュルル。イエー、今度は上の本体見ちゃってた。なあと1機しかねえぞ。気をつけろ、あと1機しかないから。あと1機しかないから。よしよし、いけるいけるいける、決める。はい、避けた。このまま行く。プレゼントボール、ジャンプして乗ると中から何かが現れる。ありがとう、些細なもんよ。うわー、これ苦手、これ苦手。よいしょ。お前も苦手、お前も苦手。
ソ電気ばっかで危ないよ。くそくそくそ、どっから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 、ふざけんなよ。やばい、ゼロキラゼロキラ、これまずいか、いける。待って待って、俺の成長見せるから。はい、そしたらスッとスッといく、このままいく。プレゼントボールの内容物をいただいて、ここも平気。オッケーオッケーオッケー、落ち着いてる。クソ雑魚ども。この先なんだっけ、この先まだ来てねえか。上に上がれ、上がれない。こいつを踏み台に、無理か。ここ怪しい。絶対いいものある。まあ、ガム食ってねえで早く歩けや。お前だよ。よしよし。嘘だー。嘘、難しい。よし、ここまで来た。これ落ちなきゃ全て万事良かったんだけどね。落ちますから。ここ行けんでしょ。行けないんだ。あ、チェックポイント。結局上行かなあかんってことか。了解了解。落ちちゃダメだ、落ちちゃダメ。行くよ。これ少し待ってもいいかもな。なんかアイテムが、そこにアイテムあんのか。これ取っていいかな。取って、あ、1個になってる。そっか、ゲームオーバーになったらこれ全部落とすんだ。つら、意外と厳しめなのね、このゲーム。で、ここで飛び移る。変なヘマすんなよ。いける。こいつも殺しとこう。危ねえ。バリアなかったら終わってたわ。はい、ということでステージクリアだ。あ、セーブセーブ、いいねいいね、セーブした方がいいよみたいな、下手くそだから。セーブも終わりましたし、今回どうしよう、この辺でいっかな。こういうワンステージ区切りでやっていきたいと思います。ステージが17個あるみたいだから17話構成になるかな。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それじゃあさようなら、バイバイ。